尋ね人を同時に二人も見つけることになろうとは、ゆくゆく私はついているな。こんなところで帝国の影に怯えている場合ではないぞ。我々の手で暁を蘇らさねばならん。そのためには、ガーロンド・アイアンワークス代表、伝説の貴公子シド、あなたの力も必要となる。どなたか存じませんが、ここにいる男はマルケズと申す者。先の霊災で心に傷を負い、癒しが必要な状態です。どうかそっとしておいてください。世界は今あなたの力を欲しているのだ。こんなところで眠っている場合ではないぞ。マルケズ、いやシドと言ったかな。これを持って行きなさい。あなたのものだ。シド、一緒に暮らすうちにあなたはきっと名のある人だと予想はしていた。短い間だったが、息子が戻ってきてくれたようで嬉しかったよ。私はもう十分に幸せな思いをさせてもらった。あなたを世界にお返しする時が来たのです。お前は一体？私の名はアルフィノ・ルベユール。亡き祖父の遺志を継ぎ、暁の決明の一員として蛮神、そして帝国と戦っている。暁が襲撃された件は知っている。すでにエオルゼア中で噂になっているよ。エオルゼア諸国はここしばらく霊災からの復興と国内問題の解決に注力してきた。その間、手薄となった蛮神対策の担い手として神狩りを引き受けていたのが暁の決明だ。その暁が落ちた。各国上層部も動揺しているが、だからこそここで戦いをやめるわけにはいかない。イクサル族が蛮神ガルーダを召喚した。現在クルザスで猛威を振るっている。蛮神ガルーダは数いる蛮神の中でも特に好戦的で凶暴だ。委員会の調査によれば、それはイフリートやタイタンを軽く凌駕するほど一つ格上の存在と言われるほどでね。つまりその蛮神ガルーダを狩れば他の蛮族たちに与える影響も大きいということだ。蛮神が絶対的存在ではない証明になるのだからな。蛮神ガルーダが控える祭壇は暴風の壁に守られている。シド、あなたの出番だ。エンタープライズを探しに行く。エンタープライズだと？もしやそれは。そうだシド、あなたの飛空艇だ。あの船は霊災前にグリダニアから飛び立ったのが最後のはず。その足取りを追う。俺の
飛空艇。少し待ってくれ。長く続いた蛮神との戦いもいよいよ最後だ。我々はエオルゼアはまだ牙を失ったわけではないと世界に見せてやろう。エンタープライス、そこに俺がいる。必要とされている俺が。